はい、こんにちは。最近買った音源を紹介します。エルフィス返し、インドネシアのダンドットというジャンルの代表的な95年の、テープで、これ、ジャケがすごい好きなんですけど、これもインドネシアの、ただダンドットとは全然違う、リリス・スリアニというシンガーの、テープですね。これがなんかダビングテープみたいになってるんですけど、インドネシアって、ダビングテープに、なんか認可のシールとか判子をして、ジャケットつけて売ってたらしいんですよ。だからこれ一応、ブートではなくて、オフィシャルの一本ですね。これもインドネシアもの、イダロヤニーというシンガーですね。で、イダロヤニーってそのさっき紹介したリリス・スリアニーとかに近い位置づけの、女性シンガーなんですけど、この、リリスが珍しくダンドットをやってる音源であります。それからハードコアほぼほぼ買ってないんですけど、オーリンコーケリョーと読むんでしょうか。あとエンドスタンドってバンド、スプリットの CD ですね。CD しか出てないっていうのを買いました。このエンドスタンドってどうでもいいなんかストレートエッジ系の、エモ寄りのハードコア、ユースクールみたいな感じで、あんま面白くないんですけど、このオーリンコケリョーが最高っすね。ライフバットハウトリブイット的な不思議メロディーの、ポップパンク、女性ボーカルポップパンクです。いいバンドです。で、これが、ミルトン・ナシメント、ブラジルものですね。で、ホワイトシューズ&ザ・カップルズ・カンパニー。これも、これなんでしょうね。インドネシアのインディー的なバンドですね。本とか、ステッカーとかもろもろついてるやつで、うまく、音源データ発見したので、まだ開封していませんが、中身も結構、楽しい感じなんで、また、後ほど開けてみます。はい、ようやく、ハードコアらしいのが。出てきましたね。ブランク、話題の、バンドですね。精力的にリリースするブレイクザレコーズってレベルから出ています。はい。で、エカジャジャコンブ。これは、ボーカルジャズありの、クロンチョンって、まあ、インドネシアの歌謡曲ではないな。もうちょっと高級な感じの音楽ですね。いろいろあり。これがですね、ロカナンタっていう、インドネシアの国営のレコードレーベルですね。インドネシアって当時の法律で、海外の資本から、参入できないようにしてたんで、よくある、なんかソニーだとか、ワーナーだとか、家電メーカーのレコード会社が、ないのが特徴だと言います。